でも時間がかかっても忘れていなければ、繋いでいれば、必ず日本というのは元の通り、一般の民衆の幸せが、それが国の幸せであるという、そういう日本というもの、そしてまた本当に安全な日本、元首相が凶弾に倒れるようなことが絶対に起こらない、そういう国というものが出来上がっていく。総力を将来の建設に傾け。ここはいいですよね。続けて、こちらね、道義を厚くしというふうにあります。道義っていう言葉、よく政治家の先生がね、道義国家なんていう言葉を使ったりすることがありますけれども、道義ってそもそも何なのって、なかなか意味がわかりにくかったりする。実は義という漢字は、訓読みが、これが断りです。例えば日本書紀なんかですと、義という漢字のところは、これは音読みで義って読むんじゃなくて、断りと読みます。断りというのはセールスお断りではなくて、物事の道理のことを言います。つまり正しいことのことを言います。その正しい道理の道、物事の道理の道、その道っていうものを厚くする。厚くするっていうのは竹冠に馬っていうふうに書いてますけれども、とにかく、ちゃんと正しいことを積み上げていくということを言っていますね。道義を厚くし。そして続けて、思想を固くしとあります。志。志というのは志のことですね。この思想の層というのは三竿です。正しいことをちゃんと行っていく。志の三竿を立てる。つまり志をより清廉潔白なものにしていく。この志を、美しい志、清廉潔白な志を、それを固くする。皮をしっかりと舐めしていくように、皮を舐めして結構大変なんですよね。ゴシ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 こうやっていかないといけないでしょ。もうだから、志を常に磨いていくってことです。道義を厚くし、思想を固くし、思想を磨いていき。そして、誓って国体の成果を発揚し、とあります。国体の成果を発揚し、国体、国の体、日本人としての形、日本という国が持っている形、その成果、極めて成功かつ緻密であって、そして華やかで美しい。それを、その日本の素晴らしいところ、美しい国日本っていうものを、これを発揚する。もっともっと盛り上げていく。そして、そうすることによって、世界の真運に遅れざらんことを期す。とこう続くわけです。だから、単純に世界に追いつくために、外国の真似をすればいい。外国でいいことやってるから、それまるっきり真似しましょうとか、どっかの国みたいに、よその国で素晴らしい技術があるから、パクってきて使っちまおうとかっていうことではなくて、自分たちで日本っていう国が持っている素晴らしいところっていうものを、これをちゃんと愛伝えながら、それをどんどん、どんどん磨いていって、磨いて磨いて磨いていくことによって、世界がずっとどんどん発展していく、その発展していく世界に遅れないようにしていきましょうね。南自新民、それよく、よくっていうのもいい悪いの良いじゃないです。見てください。それ、よく鎮がいいを大せよ。よくっていうのは国旗心の骨という字、勝つという字を書いてます。それ、よく鎮がいい。国旗心。国旗心ですから、自分に負けないで。ちょっとした弾みで人間っていうのは弱いもんですから、物事を誰かのせいにしちゃって、俺頑張ってんだけどさ、国が悪いんだ。っていうふうに、人のせいにしちゃってみたり、どうせ頑張ったって、どうにもなんねえだろ、こっち来たみたいなことで、諦めてしまったり。そういうことではなくて、そういう気持ちを抑えて、国旗心で自分を乗り越えて、そして、この、いろんな思いはあるでしょうと。いろんな思いはあるかもわかんないけども、昭和天皇が我々日本人に送ってくれた言葉っていうのは、こういうことを意味してるんですよっていうのが、実は終戦の詔勅の一番最後のここの部分だということになるわけです。大事なことでしょ？だから、日本をしっかりと守っていくっていうことは、別に日本だけが素晴らしくなるということではなくて、ここで述べられていることは、本当に人類にとって一番大事なこと、それをしっかりと、少なくとも古代からずっと面々とそのことを大切にしてきた。人類にとって一番大事なことは何か。一般の民衆が、誰もが豊かに安心して安全に暮らせるようにしていくこと。命の危険にさらされたりすることはない。そういう国っていうものをみんなで築いていくこと。ただただ口先でね、戦争反対と言っていれば、戦争が起こんないとかっていうことにはならないですよね。だって、日本が戦争放棄したって、よそが攻めてくることはあるわけですから。だから、そうならないように、あらゆる力っていうものを未来の建設に傾けていきましょう。ということなんです。
そしてその未来というのは、現代人の我々は時間軸が過去から現在、現在から未来ってこう流れていくというふうに思い込んでます。昔がこうだったから今こうなっちゃった、結局未来もどうせこんな未来しか来ねえだろうみたいなことしか一般的に言われなくなってます。でもこの時代の考え方は全く違うんです。この時代の日本人というのは、時間軸は過去から現在、現在から未来へと流れるんじゃないんです。未来から現在、現在から過去へと流れていきます。なぜかというと、今の努力によってより良い未来がやってくるから。今サボっていたらろくでもない未来がやってくるから。だからどういう未来を呼び寄せるかっていうのは今の自分次第だっていう考え方なんです。で、そういう意味ではまさに戦後の日本っていうものの中にあってね、この昭和天皇の思いっていうものを大切にしていく、それが戦後を生きている我々の世代において最も大切なことなのではなかろうかというふうに思います。結局ね、終戦のご詔勅、昭和天皇のお言葉、この長い文章の中で今日ご案内したのはここの赤い文字の部分だけなんですけれども、でもその中にあって昭和天皇のお気持ち、日本の不滅を信じて、固くそれを信じて、そして一生懸命努力をしていく、その努力をしていった先に本当に素晴らしい日本というのはやってくるんだよという、この昭和天皇のお言葉っていうものを、これを改めて噛み締めて、そして8月の15日というこの終戦の日をですね、改めて我々にとっての出発点にしていきたいと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。日本をかっこよく、むすび大学でございました。そして本当に日本が改めて民衆が豊かに安心して安全に暮らしていくということを第一とする、そういう国柄に変わっていくのには本当に長い長い歳月が必要になるであろう。戦争に自分の息子を送り出したお母さんたちっていうのは、煮え湯を飲むどころじゃなく火の玉を飲み込んだ人たちだというふうにぐらい思ってます。戦争だったから仕方がないとはいえども、やっぱりたくさんのお母さんたちっていうのはすごい辛かったし、苦しい思いして送り出したんですよね、はい、それが多分息子としてよく分かっていたはずなんですね。だから最後はお母さんと言って、みんなそもそも東アジアの安定を確保して世界の平和に寄与することは、大いなる明治天皇とその偉大さを受け継がれた大正天皇が構想されたことで、私が常に心がけていることである。もし昭和12年の段階で日本が完全にチャイナから撤退するということをやっていたら、もしかするとアメリカやイギリスとのいわゆる大東亜戦争っていうのは防ぐことができたかもしれない。ところが本来ならば輸送任務に当たっているだけのこの輸送船に対して、日本と敵対していた側は輸送船を片っ端から沈めると、日本から送られてくる食い物を食べることができなくなる。島のものを食えばいいだろうと思うかも分かりませんけれども、バナナの木一本一本に全部所有者が決まっているんです。この現地に住んでいる人たちにとっての重要な食料庫だから、帝国軍人が現地の人の食い物を盗んで食うような真似ができるかということで、誰も泥棒しなかった。俺たちは正しいことのために戦ってる、現地の人たちが豊かに安心して安全に暮らすようにするために俺たちは戦ってる、そのためにガダルカナルに来てる。